ちは、こんばんは。ゲーム動画の方です。サッカークラブ育成年シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。今回はアジアチャレンジトロフィー1回目ですね、バラマンティ編というのをお送りしたいと思います。さて、どんなことになるんでしょうね。アジアチャレンジトロフィーの中では最有力チームと言われております。これです。リスがすごい数なんで間違いなく強いです。いきましょう。バラマンティかけ出していらっしゃる方が多い。ということになります。これはやばい。イエローカード。いきなりイエローもらってしまいました。次はキャッチ。またが首に果敢に行きますね。スーパープレイ。ゴール前、キーパーも硬いんだが振り抜かなければなりませんね。出すか、出さんで欲しかった。繋いで欲しいですよね、ボールを。エドガン、やばい。綾香が出します。縦に引き分けでもいいぐらいですよね。残り2戦勝てばいいですから、そんな甘いこと言ってたらダメですね。1点は欲しい。攻めていきたい。いいですね、今だか。ちょっと緑、これは最後欲しかった。ファールにならない。シュートまでいけませんでした。ヘルトがいい勢いが出しちゃった。こちらボールをスローインです。もう見事さあ、アーセンアウター決まった。それしてようくるみはよく頑張りました。この守備をかわして、前にあるボールに向かって思いっきりヘディング。好走した。ショーモードは互角だ。今度は最後うまくいかなかった。前半もあとわずか。アディショナルタイム1分。さあ、これがラストチャンスでしょうね。あー、入れられてしまった。はい、強い。レベルと速攻感、この正確なパス、フロリヒの高さ。前半終了です。ミュートセット、守備が疲れてますね。早く
お手当てしてあげましょう。趣味で交代です。なってましたね。再度勝ち越し。右から振り、オフサイドじゃないかっていうぐらい、出し抜きました。さあこのサイドリードは大きいぞ。これ中盤が疲れている。これ勝つとでかいです。追加点欲しい。回り込みました綾香。さあチャンスだ。2オール。キーパーパンチング。これに残念。逆にピンチだ。気をつけないと。サイド以下に前に出されてしまいます。やばい。ナイカのスーパープレイ。ここは防ぎました。お、今度相手が出してくれました。さあバラワンティも選手交代です。バラワンティの選手かなり疲れてますね。ありがたい。少時間ある。追加点。オフサイドですか。完全にオフサイドですね、これは。2人がゾーンから出て、オフサイドラインから出てました。違和感は確かに大きかったな。危ない。おお。切ります。ミドルにパス決めた。追加点やるじゃないですか。バラワンティ相手に、強豪バラワンティになんと2点差。大きな2点差です。マドカ縦パス見事。ミドル見ても相当疲れてますね。全然こちらの動きを追えなくなっている感じがする。まあ両チームとも消耗してますけど、いやいや相手の方が消耗してる感もありますからね。ゼロがいますからね。2人いますからね。こちら相手はゼロは本当に動けないですからね。欲しいガタが来る。ゼロ、ヒューイットはまだまだ元気だ。守備はなかなか強い。守備の頑張りでかいですね。ここさあ、2号、決めてくれ。試合終了。ヒューイット、かなり脅威でした。さあ、前半37分。2号、見事なクロス。クルミがもう思い切って飛び込んで、これしかないっていうシュート。ヘディング。前半終了直前ですね。これがフローリッヒの高さだ。ルベルトの正確さ、フローリッヒの高さ、はい、すごいチームだと思われました。後半5分、これが決勝点。右から右に
か。これ危なかった。さあこれが大きな追加点となります。窓か、これいいですね。相手のテンポを狂わせましたね。緑を窓か、そして緑、キーパーの横を吸い抜けていきます。3対1で勝ちましたね。シュート本数も多いですね。枠内が7本、あらゆる面で上回ってたって言っていいでしょう。さあこれでアジアチャレンジトロフィー突破に向けて大きな勝利となりました。上海が3対0を勝ってるんですね。上海も強いチームです。まあ、C とか少なくてやや B が多いっていう感じですかね。さあグループ B は何だろうね。バクラワっていうのはすごいな。バクラワのスペック、ほぼ全選手が S ありますからね。さらにこれはリマッセ大阪も厳しいな。カオマンガイ、まあ強い、そこまで強いチームじゃないかもしれないが、どちら変わってきても脅威ですね。次走は次の試合は浅草サンダーボルトです。強いチームだと思うんですけどね。8位です。できました。バラマンティンの勝利は大きな勝利ですね。この調子でアジアチャレンジトロフィーの A ブロック勝ち上がっていきたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ここまで遊んだカルチョビッターの記録プレイリスト載せております。こちらも説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。そしてこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。